豪快チェンジ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、海賊戦隊ゴーカイジャー変身形態デラックスゴーカイセルラーです。はい、これはゴーカイジャーの追加戦士のゴーカイシルバーの変身アイテムで、宇宙人揃いのゴーカイジャーの中で唯一の地球人枠の怒りガイが変身しますし、しかも戦隊オタクっていう設定も相まってなかなか親近感が湧きますが、分かりやすいシンプルな熱血ヒーローで怒りガイいいっすよね。でこのゴーカイセルラーは、怒りガイが子供を守って意識不明の重体中に夢の中で現れた中台先生こと暴れキラーに託された大いなる力で、一応暴れキラーとドラゴンレンジャーとタイムファイヤーの3つの力がまとまったものなんですよね。まあ、それが豪獣人のコンセプトにつながっていきますが、モバイルエースのような折りたたみ形態とは違って、ちょっとスマホのような要素が入りつつ、レンジャーキーをセットすることでスキャンして豪華シルバーに変身も可能ですし、追加戦士たちにレンジャーキーなしで変身も可能なんですよね。それプラスモバイルエースのような様々なセリフも入っておりますので、モバイルエースと違ってレンジャーキー認識機能はありませんが、相当遊べる仕様となっております。ではレビューしましょう。っていうか、怒りガイも最初は熱血で明るくて熱苦しさ全開だったのが、どんどんヒーローっぽくなっていくのがかっこいいんすよね。はい、取り出すと中には豪快シルバーのレンジャーキーと変身アイテムの豪快セルラー。まず豪快シルバーのレンジャーキー全体ぐるっと見回すと、こうでグレーの成形色に塗装で表現されておりますし、モード変形もしっかり入ってますので、モバイルエースとの連動も OK と。はい、特別なサウンドのゴーカイジャーっていうクエスチョンマークがつくんですよね。こういうところも細かい。そして豪快セルラー本体全体ぐるっと見回すと、こうでここが液晶風になってて、プッシュボタンがちゃんとどれも押せて、豪快セルラー単体で豪快チェンジ可能なヒーローがいますね。五星ナイト、豪快シルバー、キバレンジャー、冒険シルバーにドラゴンレンジャー、メガシルバー、キングレンジャー、ゴーンのゴールドとシルバーはワンセットになってて、さすが兄弟で、真剣ゴールド、シュリケンジャー、暴れキラー、マジシャイン、ガオシルバー、タイムファイヤー、デカブレイク。なんというてんこ盛り。横から見るとわかりますけど、ボタンというかパーツが盛り上がってて、しっかりと押してる感触ありますね。で、怒りガイの名前の通り、ここが怒り形状になってて、これは豪快シルバーのスーツモチーフにも使われておりますが、後ろ側に電源とスピーカー、そしてスライドスイッチ、ここにゴーカイジャーのマークがありつつ、ここがスキャニングボタンになってて、読み込みアクションですね。で、横がオープンボタン、ここでカバーをロック外すような感じ。あとここにレンジャーキーのロック解除ボタンがありますね。結構意外とボタンがいろんな箇所にあって、改めて各箇所近づいてみても割と凝ったデザインに仕上がってますよね。豪快シルバーゴールドモードにもなりますから、シルバーとゴールドがパーツカラーとして使われてる感じで、ここにちょっとした説明シールがあって、ロック解除してカバーを上げてあげると、ここにも怒りマークで、スキャンパーツは後ろ側のこのパーツでこのようにずらして上に上げてあげると、カチャッとね、最後上に上がりますね。これ閉めると一緒に閉まるんですが、で、ここにも怒りマークと、一応液晶風になってますので、銀ピカシールでメールとか通話とかカメラとかミュージックのマークがついてて、ここがレンジャーキーをロックする箇所ですね。この部分に本編通り、レンジャーキーをスッと入れて、腰の部分で押し込んで、ロックガチッとはまりますね。で、カバーをロックして、上側のスキャンボタンを押すことで、
変身アクションと、これも本編通り。あ、ちなみに下側にレンジャーキーを差し込むところもありますね。これはゴールドモードで使ったりとか、別売りのレンジャーキーなんかを差し込むこともできます。ひねることはいけませんね。で、このように、豪快シルバーのレンジャーキーがはまってて、要はキー状態でセットするとか、そういうタイプではないんですよね。で、取り出すときは、ここのスキャニングカバーを上げてあげて、ここにロック解除ボタンがありますから、押してあげると、はい、ロック外れますので、ひっくり返すと取れますね。どのレンジャーキーをはめても、ボタンによって変身キャラが決まるって感じですね。モバイルやつのようにキー認識はありませんね。じゃあ変身遊び行きましょう。電源オン。はい、同じように起動音が鳴って、では豪快シルバーに変身しましょう。カバーを開けて、シルバーのキーをセット。そしてカバーを閉めて、ここですね、豪快シルバーのマークがありますから、このボタンを押して、対響が鳴りますので、上のボタンで豪快チェンジ。豪快シルバーで、豪快シルバーに変身完了。このように他の豪快ジャーと同じで、あくまで変身音は豪快ジャー。そして本編通りここのスキャンパーツが上から下に移動するっていうアクションがすごいっすよね。もう一回いきましょう。これカバー閉めたままでも OK か。上のこのスライドで、上まで上げて上げて、で、ボタンを押して。はい、発光はこのように光ってますね。豪快チェンジ。ギンギンに行くぜ。どうしてもここのリーディングバーの駆動音と音声がちょっとかぶっちゃいますが、このように簡単な手順で変身遊びをすることができますね。豪快チェンジ。ちなみにここを開けっぱなしの状態でも、はい、スキャン遊びできますね。で、この流れで他の戦隊にも変身可能ですから、レンジャーキーを変えなくてもレンジャーキーがハマってればいけますね。順番に行こうかな。まずはゴセナイト。あ、間違えた。上にずらしてからですね。ゴーセイナイトで豪快チェンジ完了と。本編だとちゃんとここに合わせて、キーをね、別のものに変えておりましたが、ほんとここは極論何がハマってても OK なので、タイムファイヤーとかセットしても、別の変身音を鳴らすことができます。大レンジャー。キャラを言う場合と作品名を言う場合があるかな。ボーケンジャー。ちょっとここはシルバーに変えておこうかな。十レンジャー。メガレンジャー。オーレンジャー。このフォームチェンジすごいインパクトあったな。オンウィング。ここのスキャンほんとすごいですよね。シーンケンジャー。はい、ここはハーリケンジャーじゃなくてシューリケンジャー。
ーバーレンジャー、マージレンジャーに、ガオレンジャー、タイムレンジャー、デーカレンジャー、じゃあ今一度豪華シルバー。このようにボタンアクションで簡単に豪快チェンジを楽しむことができます。ちなみにここにレンジャーキーをはめてない状態で変身アクションやろうと思うと、あ、一応鳴るのか、鳴るは鳴るね。極論レンジャーキーがなくてもいいのか。そうですね、レンジャーキーがなくても一応楽しめるんだ。で、下側のキースロットを使うとパワーアップ変身遊びができますから、他のレンジャーキーを差し込むと、はい、このようにゴールドアンカーキーじゃなくてもゴールドモードの変身音鳴っちゃうんですよね。まさかのアンカーキー専用サウンドじゃないっていう。一応これが追加戦士15人分の大いなる力が一つになったっていうとんでもないアイテムなんですが、これを刺しても、まあ、本来はこれを刺すんですけど、豪快シルバーゴールドモードで変身を鳴らすことができますね。ただ先ほどのサウンドと同じです。まさかのここでゴールドアンカーキーと普通のレンジャーキーで同じパワーアップ音になっちゃうんですよね。まあでもこれがついてくる別のセットを買うことでまた追加戦士系のレンジャーキーが手に入りますからね。で、ここのゴールドアンカーキーを見てもちゃんと最初に怒り外に力を渡した3人は上の方で優遇されておりますし、要は仲間のために戦って散っていった追加戦士がメインの大いなる力ってとこですよね。てか、ゴールドアンカーキー自体が、ゴールドモードのアーマー形状になってると。もうこれも、鳴らしちゃいましょうか。モバイルやつにセット。これも同じですね。ゴーカイジャー。ゴーカイジャー。ちなみに、レジェンド版だと、普通にゴーカイジャーなんですよね。最終回後だからかな。専用サウンド来た。最初はゴーカイジャーチームから追加メンバーとして認めてもらえてなかったので、それもあってのゴーカイジャーのクエスチョンマークなんだと思います。はい、改めてゴールドモードで近づいてみるとこうで、ここでさらに怒りマークが追加される形ですね。ってことでここまでが劇中仕様の遊び方ですが、ちゃんとボイド的な遊び方もあって、ここに書いてありますね。変身モードと電話モード。電話モードで番号を打つことで早押しゲーム。まずは電話モードのセリフ遊びいきましょう。怒りマークを2回、電話モード。これでモードチェンジで、もう2回押すと、変身モードで元に戻りますね。デフォルトが変身モード。電話モードでは8種類の個別サウンドが鳴って、まずは123。で、通話。豪快シルバー、応援よろしく。456。これ分かりやすいですね。豪快スピアーで武器武装を
7-8-9。豪快シルバー、ゴールドモード。で、4-4-4。豪快シルバー。で、500-500。ゴーカイジャーでモバイルエースっぽいサウンドが鳴って、1-9-4。はい、これ結構すごいですよね。豪快スピア、アンカーモード、豪快に行くぜで、武器のモードチェンジ用までなると。で、ファイズ。レッツゴー、豪快じゃー。最後は777。豪快スピア、ガンモード、豪快に放てで、ここでも武器チェンジ音が鳴りますね。ちなみに123って言いましたけど、321でも OK で、その辺の番号の違いは説明書に載ってますね。ちなみに日付系は0101とか。あ、いけないか。あ、電話モードで、通話ボタンを押すと、着信音で、他のボタンは、こんな感じ。早押しゲームモードがありますから、880か889。どっちでも OK ですから、880でいこうかな。早押しゲーム、豪快にスタート。豪快シルバーって言ってくるので、デーカブレイク。ガオシルバー。どこだったっけ？あ、ダメだ。真剣ゴール。遅い。君の熱いスーパー戦隊魂を感じるぞーで、これが4種類。今のがとてもすごいで、真ん中がすごいで、普通とあと少し。問題が5問出ますね。もう一回行こうか。かなり早めに押す必要がある。ほら、これ遅い。このくらい。なんで、かぶり気味に行く必要があるんですよ。ちょっとここであえて間違えましょう。間違えますよ。合成にあえてここだけど間違えます。冒険しろ、ここも間違えます。諦めずにもう一度チャレンジだ。これが下から2番目。でもここ個別言ってくれるんですね。間違えます。ほら、タイムファイヤーって言うんすよ。君のスーパー戦隊魂はどうした？これが一番下。上から2番目行きましょう。狙っていきましょう。1問だけ間違えようかな。やったな、すっごいぞ。これで4つのセリフを全部聞くことができましたね。なので評価は4種類で、正解数に合わせてサウンドが鳴りますね。しかも相当ちょっと食い気味で押さないとピコーンってなんないっていう。本当にこの5000以内と豪快シルバー、キバレンジャー、冒険シルバー、ドラゴンレンジャー、メガシルバー、キングレンジャーのゴーンゴールド、ゴーンシルバー、真剣ゴールド、シュリケンジャー、バレキラー、マジシャイン、ガオシルバー、タイムファイヤー、デカブレイクを覚えさそうっていう制作者側の意思を感じますね。あ、そうだ、最後にじゃあ豪快シルバーのキーをレジェンド版でどうなるかっていうと、
あ、ギンギン行くぜーで、ゴールドアンカーと一緒ってことか。そうですね。同じサウンドなんだね。はい、ということで、豪快ジャーの追加戦士の豪快シルバーの変身アイテム、変身形態デラックス豪快セルラーを紹介しました。最初の5人が使うモバイルやつと違って、キーを差し込んでの個別認識っていう機能はありませんが、とはいえ追加戦士への変身音はしっかり入ってて、レンジャーキーがなくても様々な追加戦士に変身可能なのは、おもちゃ的になかなか優しいですね。でもほんと豪快ジャーに関しては来年が10周年ですから、この辺の豪快セルラーとか、モバイルやつの戦隊職人版とかそういうのが発売したら面白いですよね。ある意味今の YouTube の公式配信がそれに向けての布石でもあるのかな。以上、海賊戦隊豪快ジャー変身形態デラックス豪快セルラーの紹介でした。